ルイス・デ・ベラスコ一世、ルイス・デ・ベラスコイ・ルイス・デ・ア・ラルコン、または、ルイス・デ・ベラスコイ・ア・ラルコンは、スペインの貴族で、ナバラ複王、第2代ヌエヴァ・エスパーニャ複王を務めた。同じ名前の息子も、第8代、第11代ヌエヴァ・エスパーニャ複王だったため、第2代複王の方を、ルイス・デ・ベラスコ一世と呼ぶことがある。日本に施設を送ったのは、息子の方である。ベスコは、パレンシア県、 カリオンでロスコンデスに生まれた。ベラスコ家はスペインの貴族の家柄だった。ベラスコは14歳の時から神聖ローマ皇帝カール5世に仕え、カール5世のフランスとの戦いに参加した。1547年から翌年にかけて、フランスとの国境地帯にあたるナバラの副王を務めた。1549年、王室は初代ヌエバ・エスパーニャ副王。 アントニオで面倒さをペルー副王に転任させ、後継のヌエバ・エスパーニャ副王としてベラスコを任命した。同年サンティアゴ騎士団に入団を認められた。ベラスコは赴任中に病気を発生したため、遅れて1550年11月22日になってメキシコシティに到着した。ベラスコが赴任した当時はメキシコで銀行が発見され、サカテカスをはじめとする都市が建設されるなど、 景気の良い時代だった。ベラスコは銀行の開発を促進した。また彼の時代にバルトロメデ・メディナによって銀のアマルガム精錬法が実用化された。ベラスコは北方のヌエヴァビスカヤを植民地化した。北方では父メカとの戦争が発生していたがトラスカラ人を入植させて父メカを彼らに同化させることを試みた。ベラスコはドランゴなどの都市を設立した。 1559年にはトリスタンデルナイアレアーノによるフロリダの植民地化を試みたが失敗に終わった。また1564年にはミゲル・ロペスでレガスピオ及びアンドレスでウルダネータを今のフィリピン諸島に送り込んだが植民地の設立と航路の開拓という目的を達成したのはベラスコ没後の1565年だった。内政では1553年に王立、 強行律メキシコ大学が開校した。産業の上では、養蚕のための区は、砂糖キビの栽培や、家畜の飼育を奨励した。ベラスコの時代、1552年には、メキシコシティ大洪水、1555年には薬病に襲われた。1542年のインディアス新法の施行は、全福王の下では差し止められていたが、1551年に、ベラスコは、 先住民の奴隷化の禁止を実施しようとした。奴隷所有者は鉱山業が成立しなくなるとして、これに反発したが、ベラスコは鉱山よりも先住民の自由の方が優先すると主張した。ベラスコは1万5000人以上の先住民を奴隷の地位から解放した。ベラスコはアウディエンシアと対立し、また、 キリスト教の宣教がフランシスコ会とドミニコ会の修道士によって行われていたのを改めて教区司祭による宣教を促進しようとしたために修道会とも対立した。フェリペ2世の時代になると福王とエンコメンデロ、アウディエンシア、修道会との対立が大きくなり、彼らはスペイン本国に向けてベラスコを告発した。さらにベラスコ自身が病神であった。 不満を持つエンコメンデロは特にエルナンコルテスの息子のバジェでオアハカ公爵マルティンコルテスの元に集まった。1563年にスペイン本国から送られてきた観察官によるベラスコの審問が行われた。1564年病が重くなったベラスコは仕事をフランシスコ製の巣を長とするアウディエンシアの長祖官たちに託し、7月末に没した。 福王としてベイラスコは最も賢明な保護者、国府と呼ばれた。ありがとうございます。